こんばんは。よし。こんばんは。はい、光 TV さんで5月からかな、始まる AKB48 の曲をドラマ化するみたいな番組があって、ね、それのなんか、それの メンバーが考案する企画みたいなので、メンバーが曲を1曲選んでストーリーを考えるみたいな投票企画があったんですけど、そう、私は「ベター」を選ばせていただいて、選ばせていただいて、ストーリーを考えさせてもらえたんですけど、それがなんと匿名で出したんですけど、みんな匿名で投票みたいなのだったんですけど、それで1位をいただくことに、1位をいただきました。ありがとうございます。はい、そうですね、なんか中間発表みたいなのもずっと1位で その時はそのメンバーの名前が出ていなかったので何とも言えなかったんですけど、すごく嬉しかったし、まあその期待はしんとこうと思ってたから、まあ、1位じゃなくても1位でも投票してもらえたら嬉しいし、自分が考案したものを読んでもらえるっていうのがまず嬉しかったから、あんま期待しんとこうと思ってたけど、昨日かな、連絡が来まして1位になりましたという連絡が来て、で、記念に配信をしようとなりまして、配信をすることになりました。ありがとうございます。そうなんです。すごい、私今日ちょっと寝てたんですけど、リハーサルが終わって 起きたらすごいなんか通知みたいなのが来てて、何やろうって見たらそれが発表されていたみたいで、本当にすごいたくさんおめでとうって来たし、嬉しかったですね。なんか、まあ、ベターを選んだ理由は、そのもともと曲を MV は見たことあったんですけど、曲はそんなに深く知らなくて、でこの企画が来た時にはなんか何の曲にしようと思ってて、でなんかすごいね、結構なんかいろんな曲を思い浮かべていたんですけど、一個ずつね、こう見ていた時にベターを見つけて歌詞読んで、うわ、これめちゃくちゃいいと思って、でその
アイドルを追いかける、アイドルっていう夢を追いかけるドラマとかがすごい好きで、ドキュメンタリーとかあんまり好きじゃないんですけど、ドラマとかその作られたものがすごい好きやったから、じゃあこれで作ろうと思って、でお風呂入りながら考えて送りました。すごい嬉しいです。そう、島崎遥さんの卒業ソングなのです、なのですが歌詞がすごく素敵で、自分が作りたい物語の方向性とすごく一緒だったので、で何がその重点的なのかっていうと、田舎の女の子っていうのがなんかまるっきり自分のエピソードと一緒ではないけど、まあね、アイドルを田舎から出てきてやっているっていうのがすごく自分と重なっていいなと思って考えました。びっくりですよ。ちょっと待って、あ、危ない危ない、大丈夫みんな、卒業証書が見えていたかもしれない。ちょっと待って、本当に待ってね、みんな、こう隠します。大丈夫だった。キャストさん、なんか質問とかありますか？女の子 B 視点なのがいいね。確かに、え、そう考えてみればそうかも。アイドルを追いかける子視点じゃなくて、追いかけている子を見る視点、すごいそういうすごいところにも気づいてもらえて、ん？すごいところ、そういうところにも気づけるのがすごいですね。エモくて素敵な設定。誰に演じてもらいたい？なんかでもそこまで全然考えてなかったかな。出演者は決められるの？いや、本当にまだ何も詳細とかも来てないのでわからないんですけど、ずんちゃんが演じるの、ん、どうなんやろ、それも全然わからなくて、も来てる。いろんなメンバーで想像できるね。確かに、いろんなメンバー。タワー来てたの気づかんかった、ごめんね、ありがとう。ユーポーさん、もう一人誰やろ、ユーポーさんと、あ、見えた、いや、違かった、あ、あ、カズくん、ユーポーさん、カズ家族家
カズくん。カズくん、タワーありがとう。くしゃみでそう。カズくん、タワーありがとう。嬉しい。家族って言い間違えた。ありがとうね、カズくん、いつも。カズくんの優しさにいつも救われているよ。ありがとう。そして続いて、ゆうぽうさん。ゆうぽうさん、タワーありがとう。ゆうぽうさんの穏やかな話し方にいつも癒されているよ。ありがとう。せーの、ズンタワー。もう一個、せーの、ズンタワー。ありがとう。物語作る才能が眠っていたのか、いやいや全然わかんないんですけど、でもすごい褒めてもらえて、なんかまたさらになんか違う場所での自信がつきました。ちょっとね、文章おかしいところがあったんですけど、でもね、それを全然あれね、大丈夫だよってみんな言ってくれて嬉しいですね。まさか自分が1位になると思っていなかったし、なんかね、こんだけいいねって言っていただけることあるんやと思って嬉しかったです。ありがたい、ありがとうございます。なんかでも投票企画なのにさ、もう皆さんのおかげです、ありがとうございますって言われへんの初めてで、なんか緊張する。そうや、これ匿名で投票してもらってるから、なんか誰のおかげか分からへん。誰のおかげってなるけど、そう、誰のおかげか分からへんけど、投票してくれた方はありがとうございます。え、投票してくれた方いるんかな、すごくない、投票してたら。自分を褒めたらいいよね。したよやって、すごい、自分の周りたくさんいた。投票しました、投票しましたよって、嬉しい、ありがとうございます。手振ってのおもろい。ありがとう。嬉しい、めちゃくちゃ。お祝いに何か食べた、いや、あの今日から強烈なダイエットを始めたので本当に何も食べられないんですけど、あのみんなの褒めの言葉がお祝いになっているので嬉しいです。おめでとう、ありがとう。ずんちゃんっぽいなって言ってる人いたよね。そうなん、すごい嬉しい。なんかね、なんでこう女の子同士の話なのかなのってなのかな
で、すごいメッセージいただいたんですけど、普通にメンバー同士で演じるものやと思ってて、その出演者が AKB の番組やから、なんかメンバーしかおらへんと思ってたから、必然的に女の子同士の恋のお話になったのかな、なったのかな、なりました。強烈。そう、だから必然的にって感じなんですけど、まあどの、なんていうんですかね、どのお相手さんでも成り立つし、物語は。でもなんか女の子にしかわからない気持ちというか、女の子にしか表せないそのなんかちょっとした嫉妬みたいなのもなんか見えたら面白いのかなとは思いました。自分で書いてて自画自賛です、すいません。ハッピーエンドになる可能性まだある、いや分からへんな、どうなんやろ、本当にどういう感じになるのかも全然分からないので、私も今回の企画でベターをしっかりちゃんと聞いたので、そう嬉しい、ありがとうございます。どんなペアでやるのか楽しみ。どんなペアやろう、それかなんか自分が出るとかもあるんかな、どうなるかがわからないんですけど、放送された時に素敵な言葉があったら嬉しいなって思います。でもちゃんと舞台も田舎とかでやりたいしって感じですね。こんばんは、こんばんは、ありがとう。自分が出るのあると思います。つんちゃんがメンバー決めていいっぽくない？そうなん？私がメンバー決めていいん？誰がいいかな、それは迷う、誰がいいかな、でも自分も出てみたい。わがまま女爆誕、最近爆誕っていう言葉にハマってて、もう本当にやめないといけないんですけど、本当にすみません、もうよく言うと思う、これから爆誕。つんちゃん出てほしい、ありがとう、嬉しい。なんかでもその決まってな、ちゃんと決まっているわけじゃないし、どうなるかわからないので、そう今ちょっとメンバーの名前は出すのをやめておきますがね、変に期待させちゃって決まったのが違うかったりしたら、その
確定してない話題が盛り上がってしまったら申し訳ないので。みんなの思いを汲み取りつつ、自分もこうなんか関われたら、いい感じに関われたらいいなって思います。楽しみ、嬉しい。女の子 B 爆誕。女の子 M 地方組。本人の出演は決め、そうなの。すごいですよね。本当に嬉しくて、あまりイエーイとかできないんですけど、だいぶ喜んでます。お母さんも喜んでた。からお母さんが一番喜んでた。みんなありがとう。私はお母さんの喜ぶ顔を見たいのもあってアイドルしてるから、すごく嬉しい。そう、本当に嬉しい。喜んでた。今日朝言ってんけどびっくりしてた。解禁待ちの嬉しいお知らせはあといくつある？3つくらいかな。2つか3つかな。あ、3つ。まだ情報解禁していない嬉しいお仕事あと3つあるので待っていてください。すごい最近ね、いろんなお仕事をさせていただいていてありがたい上に、今日こんな嬉しい報告をできたことがすごく良かったです。嬉しいお仕事爆誕。もう使ってるやんみんな。嬉しい。あ、でも仮に一個なんかチラッとお話、嬉しいお話を聞いたのもあるけど、それはまだ確定じゃないからわからないですね。お、すごい、クマありがとう。そうなんです。みんなごめん、充電切れた。ごめん、ミスったね、充電切れた。大事な話してんのに充電切れた、ごめんみんな。急に充電、普通にこうやってギフト見てたら充電切れて、めっちゃ恥ずかしい。充電なんか復活するのめっちゃ遅かった。ごめんよみんな。すいません、ごめんなさい。お待たせしました。髪型可愛い、ありがとうございます。今日ちょっと内巻きにしてみた。
そう、嬉しいっていう話嬉しいですね。作家の道開けたね全然そんな言えるほどのあれは持っていないんですけど、嬉しかったです。今日いきなり寒くなったね。寒くて泣いちゃった。コート引っ張り出しました。そう、寒いからね、早く5月になってあのベタを見られたらいいですね全部につなげる人嬉しすぎて嬉しい。またドラマが放送されてどういう反応をいただけるのか、それも楽しみですね。嬉しかった。今日発表されるのもすごく楽しみでしたし、こっちの携帯つくかな、つかないか。こっちも充電しよう。ベターの歌詞見たくなった。この携帯が復活するのを待ちます。どんなんやったっけベターの歌詞。でもさ、めっちゃ切なくなかった？見る限りずんちゃんの嬉しいがファンとして一番嬉しい。ありがとう。じゃあこそドラマ今から楽しみ。嬉しい。他に悩んだ曲はありますか？だらしない愛し方と悩みました。2つで、まあそのだらしない愛し方のちょっとこうドロッとした恋愛もありかなと思ったんですけど、まあドロッとした恋愛は誰か書くかなと思って、で、まあ、もしでもそれを放送されるなら見ている人はハラハラしちゃうかなと思って、こう安心して見られるこうアイドルも絡めつつ、ちょっと切ないなんかドラマみたいになったらいいなと思って、そう、すごいみんな優しい。そういう才能ある。みんな才能ってめっちゃ言ってくれるけど、そんなものないよ嬉しい。そう、 AKB のさ歌詞がドラマになるっていいよね。私 AKB の歌めっちゃ好きで、本当にいろんな曲をもう普段から聞くんですよ。普通になんか移動中とかも、最近 MV がめちゃくちゃ公開されたから見られるし聞けるから、すごいいいコンテンツやなって思いながらいろんな曲を弾いているので、だからそれがあったからベターにも出会えたから、そう、嬉しかった。こんばんは。こんばんは。嬉しさに浮かれてお話し会の決済忘れないうちに済ませなきゃあ、よかった。皆さんオンラインお話し会の決済っていうのかな、忘れずに
そう、 AKB の曲すごい好きなので、で聞きながら頭にこう物語を思い浮かべるのもすごい好きなので、なんかそれがなんか本当にお仕事につながったのがすごく嬉しかったです。びっくり、嬉しいっていうか、いい企画組んでくださったなって思うよね。もうそれ見たかったみたいな。なる、最高。嬉しい。頑張って復活してくれないかな。ベターが本当に見たかったから嬉しかった。よかった、そう思ってもらえて。そう、なんか島崎遥さんのファンの方もすごい、あの選んでくれてありがとうってあのメッセージをいただいて、あそこにもなんかこう少し何か残せたかなって嬉しくなりました。こんばんは。嬉しかったですね。嬉しい。一向に髪の毛が明るくならない。まだかな。嬉しいね。今日卒業式だった。お、おめでとう。ちょっと寒かったけど、よかったね。スクショタイム。あ、スクショタイムする今。いいよ。スクショタイムしよっか。じゃあこの携帯が復活するのを待ってる間にスクショタイムを押します。1位。
耐えましたか？1位祝いのスクショタイム、スクショタイム。で、携帯復活戦ベターの歌詞見たかったのに。嬉しい。どのくらいの投票数があったんやろ、めっちゃ気になるよね。どのくらい投票してもらえたんやろ。1位しかさ発表されてないんかな。嬉しかったな、うん。切ないよね。しかもやっぱり匿名ってところがさらに実力感あってすごい。確かにこれさ、匿名でしたのが良かったと思う。やっぱ名前が出てたら必然的に自分の推しに入れちゃうやん。私だってもしこうあって自分の推しの名前が出ていたらネームバリューっていうところでやっぱり推しの方に入れちゃうから、匿名でしたっていうのがすごく大きいかなと思います。その私が1位どうこうとか私がすごいとかそんなことじゃなくて、全員が全員なんか平等にそのできたのがすごいいいなって思いました。うん、がすごかったよね。ごめんね、あくび出ちゃった。最初は匿名じゃない予定だったから、それに反対してくれたミオンのおかげ。え、そうなんや、ミオンさんが匿名にしてって。すごい、匿名にしてって言ってくださったね。めっちゃ嬉しい。なんかね、嬉しかった。こう自分が考えたものだけを名前なしで投票してもらえたことがすごく嬉しいです。歌詞見よう。僕たちは防波堤で足を投げ出し座って輝いたあの季節をただ黙って思っていた。なんかそのなんかこう女の子 A がそのいろんな話を女の子 B にするじゃないですか。それもなんか防波堤のこういうところ、波のなんて海沿いの防波堤とかベンチに座って海見ながら喋ってるのを想像しながら書きました。で、なんか風が強すぎて歩きにくい日もあったね、突然の雨に打たれながら帰った日も覚えてるっていうのは、そのオーディション落ちてなんかね、その自分にへのこう当たりが強すぎてなかなか足が進まないというか、お家に帰るのが難しいとか、なんかそういうなんか物語が頭に思い浮かんで、君がもっと幸せになるならいい、今日の悲しみはいつか忘れられるよ、僕が守れたらよかったのに、君が君らしく生きられるならいい、海がいつまでも変わらないようにっていうのは、なんか2人の思い出もすごく輝いてるし綺麗けど、でも女の子 A にとっての幸せはやっぱりアイドルになることやから、だからなんか僕が守れたらよかったけど、でも結局女の子 A はアイドルになりたかったから、女の子 B はそのアイドルになる
鳴らせてあげることはできないから、なんか守れたらよかったのになって、ずっと今まで守ってたのにとかっていう感じのことで、あの書いてみました。で2番の寂しさに負けそうで振り返りたくなっても思い出をもうこれ以上この場所には作らないでっていうのは、まあそのさあ秋元さんが書いたさ意味とは全然違う私の捉え方やねんけど、なんかこう女の子 B が女の子 A とこれ以上田舎の地元で思い出を作りすぎたらもう振り返った時に辛すぎるから、もしアイドルになって東京に出た時に、だからもう一緒にいたいし、こうやってアイドルオーディションとか落ちた時とかに落ち込んで一緒に帰るのも楽しかったけど、これ以上思い出作ったらもう戻られへんと思う心情をこの歌詞に載せた感じ。なんか私が作詞したみたいなけど違うて、秋元康さんが書いたんだよ。で新しい世界は抜けるように晴れてるだろう、少し不安げなその瞳に青い空が見えるはず。まあこれはもうアイドルになった後よね、後ってかアイドルになることが決まったことよね。もう新しい世界はそのアイドルにずっとなりたかったから、もう抜けるように晴れてるだろうみたいな、けどやっぱ東京、田舎から東京に出るっていう不安もあるけど、でも絶対ずっとアイドルになりたかったのを女の子 B は見ていたから、絶対に大丈夫だよみたいな言い聞かせてる心の中でっていうのがそのこの歌詞で、次の時は君の夢が必ず叶う日が来る、今日のさよならはきっとその日のためさ、僕に約束をしてほしいんだ、君は正直に思うままに進め、僕はいつまでも遠くから見てるっていうのは、そのアイドルになる夢が叶ってアイドルになってからの夢を絶対叶う日が来るからっていう女の子 B が女の子 A に投げかけている感じだから、今日というかアイドルで東京とこの田舎から離れるのはさよならはもうその夢が叶う日が来るために今日バイバイするっていう意味で、僕はいつまでも遠くから見てるっていうのは、自分は地元から東京にいるその女の子へのアイドル姿を遠くから見ているっていう意味で、で次に理解されなくてわがままだと言われたって正しいと思うその強さをどんな時も忘れるなっていうのは、やっぱり女の子 B も女の子 A のそのアイドルになりたい姿をずっと見ていたし、やっぱアイドルの知識があるわけやん、その女の子 B も必然的にアイドルの知識が増えていく中で、やっぱりこうアイドルの世界に入って理解されないこともそのね、努力が全てこう実ることも実らないことも意見の食い違いとか方向性の食い違いとかこういろいろあるのを自分も見てたから、もしそれが起こった時にこのアイドルになりたかった頃の自分を思い出してみたいな、その意志の強さを思い出してみたいな。でまあサビで、でバスが近づく時間だね、僕たちは立ち上がって最後にもう一度ギュッと抱き合ったら後悔ない、今までで一番大好きな君だ。まあその女の子が東京に出る日で地元のバス停でバイバイっていう、なんかね新幹線で見送るじゃなくて、その田舎の自分たちが過ごしてきたこうなんていうかな、馴染みあるバス停がいいなと思って、で最後にいろんなお話ししてっていうその最後の物語がここで行われるみたいなのを思い出しつつ
これにしました。どうですか？あ、で、その、この最初の誰もいない砂浜に静かに波が打ち寄せる、過ぎ去った時の足跡をまっさらに消してしまうっていうのは、その女の子が東京に行った後にこうね、毎週毎週 女の子 A のアイドルのお話を聞いているその海で女の子 A がいなくなった後の海の風景とか、そういうそこに一人で立った時の心情をこの A メロの4行が出してくれてるって感じです。っていう感じです。そう、地元っていうのがいいかなと思って。っていうこう解釈でやっていました。わかったか。そう、故郷、そうそう、地元っていう感じ。っていう感じなので、よかったら楽しみにしていてください。そう、地元に対する思いって地元離れてる人間にしか分からん。そうそうなんですよ。やっぱどこにいても地元が一番好きやなって私も感じるし、だからちょっとこの自分のアイドルになるまでの体験談もちょっと含めながらやった考えましたっていう感じです。このあとね、どうなっていくかはわからないんですけど、できるだけ自分のこういう思いとかを伝えられるように頑張ります。これを自分の兵庫県の地元で撮れたらもう悔いなく人生終われる。自分の母校とかでできたらめっちゃ嬉しくない？って思っちゃったよね。終わってもらったら困ります。ね、その地元の自分の馴染みある場所で撮れたら私もう悔いなくこの人生に幕を閉じれるけど、まあどうなんやろう、そこまでいけるあれがないかもしれないね。時間とかが難しいかもしれないけど、やっぱ地元で撮れたらいいなって思います。ずんちゃんの地元バリする？でももう住んでいないので全然大丈夫ですって感じかな。
そしたらもしかしたらさ、それが放送されてさ、もし兵庫県にファンの方がさ、旅行とか行った時にさ、聖地巡礼みたいなのできるやん。なんかそれもでき、そういうのも考えつつできたらいいなって思って、兵庫県でできたらいいなとか考えています。ファンの方好きですよね、そういうなんか食べ物、誰かが食べてる食べ物を一緒の食べるとか、同じカフェに行くとか、同じ神社に行くとか。すごい、それができたらもう本当に悔いなく人生終われる。番組さんお願い、見てなさそう。見てるかな なんかね、すごい私のファンの方とか AKB のファンの方、兵庫に行く機会が結構多くて、なんか「兵庫行くねんけどどこがおすすめ？」って言われて、すごい答えるのが難しくて、だからなんかあれやったけど、もしこの機会にね、もし兵庫県とかで撮れたら、そこをおすすめしてできたらいいけど、まあね、無理やったら無理でもそれはしょうがないから我慢します。 そう、やっぱしかも地元にも恩返ししたいしね。感じかな。ということで、そろそろ1時間くらい配信するので、したので終わりたいと思います。もうこの AKB48 の歌の企画のお話をしっかり話すことができて嬉しいです。そうや、うん、でもこれ言っていいか、やめとこ じゃあ順位発表しますね。13位、ずっとずっとずんちゃんのたもちゃんさん、おおきに。12位、渋谷じゅんさん、おおきに。11位、ぐわしさん、おおきに。10位、みゆさん、おおきに。9位、まるさん、おおきに。8位、19日から20日までスタバのバイトを乗りちゃそ、育児中さん、おおきに。7位、ずっほうさん、おおきに。6位フィニッシャーハッシュタグずんちゃん選抜 A さん、おおきに。5位キラキラうちりばめを鈴葉超絶推しオレンジアットマークずんちゃんズさん、おおきに。4位タレさん、おおきに。3位小島テスさん、おおきに。2位 UFO お話し会楽しみですさん、おおきに。たまありがとう。そして1位カズくん、おおきに。毎度おおきに、カズくん1位おめでとう。そしてタワーもありがとね。そしてたくさんのハートとか、なんか可愛いハートとか、普通のハートもプリプリハートも、いいねとか、尊い、あ、最高もありがとう。オレンジさん、あ、間違った、オレンジさんって名前呼んじゃった、ごめん。ペンライト可愛い、クマ、アイスクリーム、レインボー星、あ、ピンククマや、ブラボー、拍手、ハート、たくさんありがとうございました。ずんちゃん楽曲プレゼン大会1おめでとう ありがとう、ほんまになんかめちゃくちゃ嬉しかった、幸せすぎた ありがとうね、みんな。あとオンラインお話し会に完売の、あ、受付終了の部が出たらしく、
ありがとうございます。極小の部も出ていたのですごく嬉しいです。ぜひ来てくださったら嬉しいです。オンラインお話し会、おすすめは4月9日と8月13日、8月14日、おすすめです。おめでたり、待って、もしかして受付終わってる？楽しみ、お話し会、もう来月には会えんねんで。嬉しいね。終わっちゃったか。またありそうやから。決済お忘れなく、みんな。みんな忘れちゃダメよ。でもまたありますよね。多分。多分。あ、決済しました。この配信またすぐ決済する。ありがとう。今日までなん決済って。なんで決済の話ばっかしてんの。面白い。今日しました。ありがとう。21日まであって。みんなお忘れなくね。今日から4日以内、じゃあ22までってこと？大事なことだね。うん、会えるために、よかったらしてね。ということで、皆さん今日はたくさんありがとうございました。バイバイ。バイバイ。みんな、あ、みんな21日決済っていうこと教えて。またツイートしたいからぜひ教えて。みんな告知とか結構私忘れてるから、また教えて。ごめんね。じゃあバイバイ。おやすみ。ゆっくり寝よ。バイバイ。おやすみ。